オリバー・ガードナード・レイクは、アメリカ合衆国マサチューセッツ州ウースター出身の、プロ野球選手。ウトウミギウチ。MLB のタンパベレーズ所属。愛称はブッコ。ボルチモア・オリオールズ時代アメリカ海軍兵学校の出身であり、5年間の兵役義務が生じる直前の2008年、MLB ドラフト43巡目で、ボルチモア・オリオールズから指名され、プロ入り。契約後、 参加のアパラチアンリーグのルーキーキューブルーフィールドオリオールズでプロデビュー。A-9 アバディーンアイアンバーツでもプレーし、2球団合計で12試合に登板して1勝0、敗1セーブ、防御率0.82、24奪三振を記録した。2009年は A 級デルマーバショアバーズでプレーし、25試合に登板して8勝9敗、防御率4.34。 百四奪三振を記録した。二千十年は a 級フレデリック・キーズでプレーし、二十四試合に登板して六勝六敗、防御率四点三六、百奪三振を記録した。オフにはアリゾナ・フォールリーグに参加し、スコッツデール・スコーピオンズに所属した。二千十一年は a 級フレデリック、a a 級ボーイベイ・ソックス、トリプル a 級ノーフークタイズでプレイし、 3球団合計で27試合に登板して11勝8敗、防御率3.32、122奪三振を記録した。2012年は AA 級防衛でプレーしたが、前年オフに行った方の手術のため3試合の登板にとどまった。2013年も AA 級防衛でプレーし、19試合に登板して3勝0敗8セーブ、防御率1.74。 38奪三振を記録した。2014年も AA 級ボーイでプレーし、50試合に登板して2勝4敗31セーブ、防御率3.08、71奪三振を記録した。オフの11月18日に40人枠入りした。2015年は開幕をトリプル A 級ノーフォークで迎え、5月23日にメジャー初昇格を果たし、 同日のマイアミマーリンズ戦でメジャーデビュー。背番号は71。この年メジャーでは13試合に登板して、防御率2.87、17奪三振を記録した。2016年は14試合に登板して1勝0。はい、防御率4.00、21奪三振を記録した。2017年4月13日にディーフとなった。 2017年4月14日に後日発表選手、または金銭とのトレードでミルウォーキーブルワーズへ移籍した。背番号は51。2018年5月2日にディーフとなった。2018年5月5日に金銭トレードでクリーブランドインディアンスへ移籍した。背番号は46。だが4試合に登板して防御率12.46と振るわず。 5月26日に、ィーフとなった。2018年5月31日に、ウェーバー工事を経て、ロサンゼルス・エンゼルスへ移籍した。背番号は36。だが、エンゼルスでも4試合に登板して、防御率10.13と振るわず、6月16日に、ィーフ、19日に、マイナー契約で参加のトリプル A 級、ソルトレイクビーズへ配属された。 7月6日に再びメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。7月23日にディーフとなった。2018年7月26日にウェーバー工事を経てトロントブルージェイズへ移籍した。背番号はインディアンス時代と同じ46。しかしブルージェイズでも2試合に登板して防御率16.20と結果を残せず、7月30日にディーフとなった。 2018年8月3日に、ウェーバー工事を経て、ミネソタツインズへ移籍した。背番号は32。翌4日のカンザスシティロイヤルズ戦にて、移籍後初登板し、これにより、MLB 史上初めて1シーズンに5球団でプレーした選手となった。この年プレーした5球団合計では44試合に、登板して1勝1敗、防御率5.29。 51脱三振を記録した。2018年シーズン後の11月1日に、ウェーバー工事を経て、タンパベイレイズへ移籍したが、20日に、ディーフとなった。その後、11月26日に、ウェーバー工事を経て、ブルージェイズへ移籍したが、ここでも12月30日に、ディーフとなった。年が明けた二千十九年一月四日に、金銭トレードで、再びレーズイズへ移籍も、 18日にアビサイルガルシアの加入に伴ってディーフとなった。その後、1月24日にマイナー契約で参加のトリプル A 級ダーラムブルズへ配属された。シーズン開幕からトリプル A 級ダーラムでプレーし、5月26日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。この年は50試合に登板して5勝2敗にセーブ、防御率3.21。 70奪三振を記録した。2020年は11試合に登板して0勝2敗、二セーブ、防御率5.73、7奪三振を記録した。10月11日にーフとなり、14日に FA となったが、2021年2月17日にレイズと1年77万5000ドルで再契約した。オプションとして、 メジャーのロースターに50日以上名を連ねた場合32万5000ドルの出来高が含まれる。速球は最速93マイルパワー程度だが、スプリッターとのコンビネーションで三振を奪う。ありがとうございます。